違和感漢字探し。三字熟語の語字を2箇所探す問題が全部で7問です。では始めましょう。第1問。語字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。下部分の縦棒は上に突き出ません。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上部分の真ん中はくっつけます。第2問。文字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。真ん中部分の横棒が1本多いです。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分に口がいります。第3問。文字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右部分の点が1つ多いです。2つ目はここでした。正しくはこちらの字です。右上部分は浮かん麦ではなく鍋蓋です。第4問。文字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は人偏ではなく手偏です。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。手辺の下の斜め棒は右に突き抜けます。第5問。語字を2つ探してください。
正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分は木ではなく水です。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分にごんべんがいります。第6問、文字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分に点が2つ入ります。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は 3G ではなく衣編です。第7問、文字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上部分真ん中の点の向きが左右逆です。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。三髄は左全体にかかります。